ヤッホー皆さん、こんにちは。コスプレイヤーのミスシルです。やってまいりました。画面ね、こちらが画面、こちらが見ていただけると分かるんですけど、ブレフロやります。はい、スマートフォンゲームのブレイブフロンティアという RPG ゲームを、前まではそちらの公式チャンネルで実況してたんですけど、今は自分のコーナーを卒業いたしまして、自分の実況は自分のチャンネルでやりたいと思いまして、こちらグッドゲームガールズチャンネルで味噌汁のプレフロ日記ということで、配信していきたいと思います。まあ、公式チャンネル見ていただいた方にはわかると思うんですけど、ちょっと味噌汁完全燃焼感があって、何をしたらいいのかいまいちね、わからないので、手探りでまた一から始めていきたいと思いますので、皆さん、私にやってほしいコンテンツだったりとか、こういう挑戦だったりとかありましたら、ぜひコメントやツイッターなどで、声をかけていただけるとありがたいです。皆さん頼りです。そしてですね、今日から、味噌汁のブレフロ日記ということで始めていきたいんですけど、私のね、これ画面左上の、レベルを見てください。225です。私は214レベルを目標に頑張ってたんですけど、その214っていうのがアップデート前に全部で星7で組めるレベルが214だったんですけど、それを目標にやってきて、越したらなんかさ、なんだろう、燃焼感でね、レベルなんて気にしなくなっちゃったんだけど、やっぱりなんか私言われたんですよ。ミソシーは300レベルなんで言ってないのみたいなことをね、言われたことが何度かあって、ブレフロ公式チャンネルの300レベルいってるね、某先生だったりにもいじられたりとかして、ちょっと悔しいので、今日から頑張ってレベル上げをね、初志貫徹、初志貫徹、よくわかんないけど、なんだろう、最初にね、最初の気持ちを忘れないようにして、頑張っていきたいと思うので見ててください。はい、毎週ね、土曜日か日曜日にブレフロのそのご報告会と、何か皆さんのご要望のあるコンテンツだったりとか、最新のコンテンツだったりとかに挑戦していきたいと思うので、皆さんどうぞよろしくお願いします。第1回目はそんなところでご報告なんですけど、ご報告だけだとつまらないので、超激レア召喚いきたいと思います。5連かな、私まだ最新の10連しよっか、せっかくだからね、幸先いいし、よし10連いこう。超激レア召喚で、まだ私この新ユニットたちは取ってないです。なので、やっていきたいと思います。一体誰が何なのかもね、いまいち分かってないんですけど、やっていきましょう。はい、やっぱシンデア召喚はね、なんか自分で出たらいつも調べるって感じだったので、事前ね、調べもねしたいなと思うんですけど、それはね、なんか某ブレフロー公式チャンネルの先生がいつもね紹介してくるので、あれをありがたく見ております。というわけで召喚、はい、誰が出るかな、誰が出るかな、えい、1回目アロンだ。私のアカウントなんかアロンがよく出る気がする。2回目幸先よくね、幸先よく3体ぐらい新キャラ出そう、幸先よくね、ほう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 、なるほど。3回目いきます。幸先よくしようよ、私の携帯相棒だろお前、ふざけんなよ。あっと口が悪くなってしまったはい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 、持ってる持ってる。4回目幸先よく行こうよね、空気読んで、6プラスちゃん、おい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 、出てこい、はい、マジで頼むよ。なんでやねん、なんでやねん、幸先行こよく行こうよって、友達でしょ、私たち友達でしょね。パソコンの画面が暗くなると一気に部屋が暗くなるんで、よし、5回目頼むよ。まだ見てない、私はまだ見てない、えい、なんでやねんもういいよ、もういいよ、安尾はいいよ、安尾、これは安尾だから、すいません。今何回だ、いつもはね数えてくれる人がいたんですけど、ちょっと
私自宅で一人なのでなかなかね数えてくれる人が、今5回が終わったから次6回折り返し1体ぐらい出ようよお願い。6回目一発目なんだよ、私にとっての一発目なんだよこれは。お願いしますお願いします、来い。見てないよ、こちら。なるほど、これはあれだね、私のブレフロへの愛が試されてるんだね。ちょっと着替えてくるわ。着替えてきました、ちょっと見せられないようなね、あのキングハー の T シャツを着ておったので、まあ、それは私のチャンネルを参照していただければと思うんですけど、はい、多分ね、お前ふざけんなよって、ブレフロ、私の相棒のブレフロさんが、お前最近他のゲームに手出しすぎだろう、エンジョイしてんじゃねえよみたいな、俺一筋で今まで来ただろう、いい加減にしろよみたいなね、多分ね、ちょっとツンデレ起こしてたから。7回目いきます、来い。お願い、アークがチューしてるよ、アークがチューしてるよ。あー嬉しいけどね、嬉しいけどね、普通に嬉しいけどね、これは。うん、悔しい。8回目いきます、アークも頑張ってね、アークがチューするよ、アークがチューしてるよ。アークがチューするからダメなんじゃないのこれよ、ちょっとお願いするよ。あーなんでなの、悔しい。9回目いきます、そろそろね。よくねみんなに言われるんですよ、味噌汁のママの効果はすごいって。私はですね今まで伝説をいろいろ作っておりまして、この10連召喚って時に全然出なかった時でも最後の最後ママお願いってママのねすねをカジカジしつつママにお願いするとお望みのものが出るというね伝説を何度も作ってきて、本当に奇跡すぎてやらせだろおいみたいなコメントも何度かいただいたぐらい素晴らしい結果を残したんですけど、ちょっとそのジンクスというか何かをあやかりたい。ママー、ママ降りてきて。なんかねママ自宅で動画撮ると単純にね味噌汁じゃなくて石川理恵がね喋っててガサツさが動画から溢れ出し、そんなことはどうでもいいですね。ママ女の子らしくするからお願い降りてきて、お願いします。ママママ韓国旅行楽しかったね、連れてってくれてありがとう、また行こうね、次はねヨーロッパがいいかな。そうだよね、うん、わかるわかる、とってもどういう意味でもね、私英語喋れるからママのために英語を覚えたんだよ、本当にママのために英語覚えたんだから、私にさ新ユニットちょうだい、これだけお願いしたら多分いけるだろう、来い。なんでママ、ママ最後の1回だよこれ、ママお願い、もうママママしかいない、私にはママしかいない、ママ大好き、旅行行くなら絶対ママ、マママママママイマミー、ママ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 、お願いします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 、ほい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 、なんで出ないの、やっぱちょっとミソシーさなんかついてないんですかね。まあでも11回引いてしまいました、はい。で結果はですねこんな感じでした、はい。どれも持っていてちょっと悲しいですが、でもねどれも強い子なので育てていきたいと思います。あー幸先悪いぞ。はい、というわけで、ちょっと悲しいですが、ブレフロ実況をまたまた来週ね頑張って今からレベル上げて月曜ダンジョンもいっぱい回して、皆さんにいい報告をね
できたらいいなって思うので300レベル目指して頑張っていくので、ぜひぜひプレフロ日記、味噌汁のプレフロ日記の方もよろしくお願いします。じゃあねー。あ、そうだ、ツイキャスでみんなと考えた挨拶があるんだった、忘れてた。行くぜ。それではまた。もう一回もう一回。それではまた次回で。YouTube で、それではまた、それではまた、それではなんだっけ、それではまた次回ゲーム出そう、来ます。みんなが、ファンの方が考えてくれた挨拶です。私は気に入ってます。頑張って噛まないで言えるように頑張ります。行きます。それではまた次回ゲーム実況まで、 Have a good game。 じゃあねー。言えたー。